明けましておめでとうございます。今年も1年間よろしくお願いします。今年は寅年、牛年から寅年になったということで、昨年末に牛である赤べこをモチーフにした赤べこ社かりんとフジッピーが干支バトンタッチをしました。その時の様子をお届けします。それではどうぞ。もうすぐ年末ですけど、今年の干支は何だった？そう、牛年だったよね。じゃあ来年は何年？その通り。皆さんお気づきでしょうか。今日のフジッピーは来年の手である虎に扮しています。ここで今年の干支、牛である赤べこをモチーフにしたカリスと、来年の干支、虎に扮したフジッピーとで干支バトンタッチを行いたい